はい、皆さんおはようございます。渡辺玲奈です。ただいまの時刻ですね、7月8日土曜日の朝6時48分でございます。動画毎週投稿しているね、日曜日の前日の朝なんでございますけれども、今週出す動画がありません。しかも朝帰りです。 YouTube を甘く見ているんじゃないか、お前みたいなやつに YouTuber をやる資格はないなどなど、いろんなご意見あると思いますがですね、ちょっともうないもんはないんで、もう今から急いで、ありったけのもので、ありったけの夢を撮っていきたいと思います。本日の企画は渡辺玲奈のクローゼット公開ルックブックラズ。何それって思ったそこのあなたのためにご説明いたしますけれども、ルックブックをやろうにも時間も場所も金もないというわけで、私よく友達にですね、何それとか、みたいなことを、ファッションアイテムに関して言われることがとても多いんですね。意味がわからないということを多々言われるんですけれども、それをなんか紹介してみたら面白いんじゃないのっていう風に葵さんがアドバイスくださったので、今回もそれを撮っていきたいと思います。それでは企画いってみよう。本当はですね、意味わかんないランキングみたいなのを私個人的にはちょっとやりたかったんですね。ちょっと考えたんですけど、私にとってはですね、全部可愛い、これを身につけたいと思って買ってるわけです。なので、皆さんが意味がわからないことが意味がわからないっていう状態なんですね。なのでランキングの方はちょっとできませんでしたので、ただただ羅列していく形にはなりますが、私が大好きなものだけど皆さんにとっては意味がわからないかもしれないものを紹介していきたいと思います。前日の朝に寝不足で撮影しておりますので、多分たくさん噛みますけど、編集時間もそんなにありませんので、今回の編集大変甘いと思います。本当に申し訳ございません。本当にこればっかりは私の不徳の致すところです。完全に言い逃れようもない、何のなすすべもないです。はい、なのでこれに関しては本当に陳謝ですね、陳謝。ちょっとやっていこうと思います。第1のアイテム、こちらキリンちゃんのヘアバンドでございます。私よく動画でヘアバンドをつけててですね、ミニーちゃんとかの猫ちゃんとかよくつけてるんですけども、そのラインナップの流れで私はキリンちゃん可愛いと思ってキリンちゃんを購入したんです。しかしながらちょっとこのキリンちゃんはなかなか市民権を得られずですね、今まで動画に一度も登場してないと思うんですけど、こちらはね、富士サファリパークで買ったので、ちゃんとキリンちゃんの真ん中の角もしっかりと、これがね結構硬いんですよ。絶対に直立するという強い意志が感じられます。今度は行こう。私何度も動画で申し上げてるんですけど、どんどん太っていますので、今まで着ていた夏服が着られないなんてことも多々ございます。なので着られない服もね、私のクローゼットの中には眠っているので紹介していこうかなという感じで、着られない服もございますので着ません。着用の動画はございませんのでごめんなさい。それからしては本当にまた陳謝です。やれん水着、イエーイ。私去年ね、水着を着た動画をちょっと出したと思うんですけど、まあ、上下バラバラに分かれてる方が正直なんて言ったらいいんですか、おピッコがしやすい。全然着てないんですよ。ただね、これすっごく可愛くて、見てください、蝶々なんです。ブルーの蝶々なんですよ。私まずブルーが大好きなんですけど、その上にね、蝶々がいて、蝶々も私大好きなんです。だからもう私の大好きなものと大好きなものを掛け合わせた最高の水着なんですけれども、まだ一回も着てません。こちら、レモンのトップスです。なんて言うんですか、これ。なんて言うんだっけ、シャーリング?このゴムがビラビラにっていっぱい入ってるやつ。なんと、いつどこのって申しますと、今は亡きセシル・マクビーなんですよ。私セシル・マクビーの洋服で唯一持ってるのがこれで、レモンなの。可愛くない？
だから今日はもう可愛くないっていう気持ちで私は紹介するんですけど、みんなからしたら可愛くないって思うかもしれないよねっていうシリーズなので何とも言えません。はい、セシルマクビーの遺品ですね。はい、私は大事に受け継いでおります。次、こういう T シャツ、こういう T シャツです。それ以上でもそれ以下でもありません。こういうただスパンコールシルバーの T シャツです。なんで買ったかと言いますと、可愛いと思ったからなんですよ。ただまだ1回も着てません。こちらのパーカーね、これ結構何回か着てるんで見たことある人いると思うんですけど、これ実は背中がどうなってるかと申しますとですね、わかりますか、大変意味がわからないんですよ。私もわからないんです。この人フェリックスでしたっけ、フェリックスですね。このフェリックスの完全体をフェリックスというのであれば、フェリックスみたいな、あの完全体が一つもなくて、この連なった状態がたくさんあるという、あのあれですね、 Google マップの猫みたいな状態です。はい、あの見てみたい方、 Google マップ猫とか Google マップ猫伸びちゃったとかに出てくると思うんですけど、まあそんな感じのイメージですね。カバン部門でございます。渡辺玲奈2大なんじゃそれカバンというのがございますので、あのそちらを紹介させていただきたいと思います。その1、こちら、じゃん、猫です。猫のカバンです。こちらケイトスペードのカバンでですね、目のところが見てください、タイガーアイという天然石になっておりまして、本当の猫ちゃんの目みたいにキラキラしてるんですね。そこがとっても好きなんでございます。でね、これ私結構使ってるんですけど、映画のキャッツの実写版が出た時にそのコラボで出たバッグなんですよ。で、私あの実写版のキャッツはね、残念ながらちょっと気持ちが悪くて見てないんですけど、このキャッツのカバンが発売されるって知った時から出会ってしまったと思って、これは発売日に買いに行きました。これね、あの黒と、ね、白が確かあったんです。で、最初私黒猫ちゃんにしようと思って買いに行ったんですけども、実物見たらちょっと白猫ちゃんの方が結構映えな感じで可愛らしかったので、こちらの白猫ちゃんを購入いたしました。私これ大好きなんです。ですが、あの初めて会った人にはだいたい猫って言われます。猫って言われてもだってしょうがないよ、だって猫なんだもん、というバッグでございます。渡辺玲奈なんじゃそれカバン第2位、こちら、ゾウです。これもケイトスペードで、正直私もそれ以外の説明が思いつかない。これはゾウ、ゾウなんです。で、あのここがね、水玉になっていて、この耳と尻尾が青くなっていて、とても可愛いゾウさんなんです。これはあの発売の時からちょっと狙ってたんですけど、私が狙ってたものが全部売れ残ってるシーズンがありまして、そのシーズンの時に爆安になっていたので購入いたしました。このゾウさん可愛いんです。だけどこれも大体持ってるとゾウって言われます。ゾウです。アクセサリーシリーズ、まずはこちら、じゃん、お花とテントウムシのイヤリングです。これをね、買った時実は私黒髪の状態でして、金髪につけるとですね、本当に刺激が強すぎると言いますか、初対面の人に絶対に壁を作らせてしまうイヤリング第1位ぐらいの勢いで、ちょっと金髪との相性が悪くてですね、最近はこちらつけておりませんが、こちらはあの私すっごく大好きです。奈良に行った際に雑貨屋さんで購入しました。続いて、じゃん、いちごのイヤリングです。これはね、比較的評判がいい。私的には全てのアイテム、これかわいいと思って買っているんですが、そのアイテムの中にはっていう顔をされるものとっていう顔をされるものの2つに分かれるんですね。こちらは後者です。割と
何それ、いちご可愛いって言われることが多いイヤリングでございます。こんな感じのキラキラになっておりまして、元はねピアスなんですけど、私はピアスの穴が開いていないのでイヤリングのねパーツを自分でつけております。ただ重くて結構落ちますので、これは顔面大暴れする日はあんまりつけないです。ネックレス部門、はい、いちごのネックレスです。これもどちらかといえばそれ可愛いって言われる方の部門です。これはね、このこれでもかと言わんばかりにいちごのイヤリングとセットでつけることが多いです。これは多分変じゃないよね。今日紹介するアイテムの中では一番変じゃないはず。続いてこちら、ハートのチョーカー。これ動画で紹介したかな、シーンで買ったやつなんですけど、これハートのシルバーのチョーカーです。こういう感じ。これも、まあ、ちょっと刺激強めかなって。ネックレス部門ラスト、こちらレイナネックレス。私セックス&ザシティが大好きなんですね。でセックス&ザシティは本当にシーズン1の1話から全部見てるぜなんですけれども、その中で主人公のキャリーブラッドショーがですね、キャリーっていうネックレスをつけてるんですよ。それを見て、え、可愛い、自分の名前のネックレスって最高っていう風に思ってたところ、私のお母さんがたまたまネットで見つけたんですよ。ちょっと待ってレイナ、これ自分の名前のネックレス作れるよって。なのですぐに買いました。なんて答えっていうことですね。え、これをつけたら私キャリーブラッドショーになれるのっていう気持ちで購入いたしました。レイナネックレスです。これはね、動画でもたまにつけてるんですけど、読めてる人いるのかな、読めてなかったかもしれない今まで。これはレイナって書いてあります。This is my name ですね。残りわずかとなってまいりましたが、どんどん行きましょう。こちら、アボカドのピン。本当はね、いろんなフルーツの中に混ざってたんだけれども、これだけちょっと異質を放っていたので紹介させていただこうかなと思って。こちら、アボカドのピンでございます。応仁の乱と同じイントネーションだし、ハライチさんのネタにちょっと出てきそうな、韻の踏み方をしておりますが、こちら、アボカドのピンでございます。続いて、蝶々のクリップです。これもね、あつ森のカードゲームを紹介する、あつ森のカードグミを紹介する動画でつけてたんですけども、こういう感じで、蝶々になってるんです。これすっごいいろんな色のね、セットで、ちょっと今3色しかないんですけど、こんな感じでつけたいなぁと思って買ったんですが、これは、H&M の子供コーナーで購入いたしました。お前そのコーナーから購入するものがあるのかっていう風に友達に笑われたんですけれども、私はめげません。そしてラストを飾ります。私のなんじゃそれアイテム、こちら、ユニコーンのゴム。じゃーん。これ私本当に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 大好きだ。好きすぎちゃってどうしよう。可愛くってどうしよう。やだー。ユニコーンのゴムっていう感じなんですけど、っていうかそれどこで買ったのってすごい言われるんですけど、これはですね、実は私西松屋で買いました。信じられますか、金髪に合いますね。はい、西松屋は金髪の人用に作ったのかしらって思うぐらいなんですけど、ゴムの部分が黒いので多分金髪の人用ではないんですけれどもね。以上です。以上で私のなんじゃこれアイテムの発表会を終了いたします。なんじゃこれと思うものがありましたら、ぜひコメントしていただけますと幸いでございます。なぜなら私はなんじゃこれというふうには認識していないので、ぜひ私に知らせてください。私が今日紹介したアイテムは全て私のお気に入りでございます。以上というわけで、今日も皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。わたあめれいなでした。これから寝ます。バイバイ。おやすみ。